兵を進めよ。今川との兵力差は歴然。正面から当たっても勝ち目はあるまい。前線の味方が敵を引きつけている隙に桶狭間山を抜け、田楽狭間に奇襲をかけるぞ。敵襲か。両親も感動にも賞を置いていたか。急ぎ打ち払い、田楽狭間へ向かうぞ。開門。敵将討ち取ったぞ。聞かせていただこう。本陣を置く前哨寺砦が落ちれば終わりだ。その前に勝負を決してやる。我が命、ここで突き落とは。討ち死に。あれ、こんなところで討ち死に。目障りだ。惜しまず言いかけよ。織田勢を生きて返すな。信長様、大竹をお頼み申しましたぞ。討ち死に。あの者らの死は決して無駄にせんぞ。煉瓦狭間は目の前だ。この勢いで進め。開門。吉本覚悟。な、奇襲だ。皆の者、落ち着け。俺を打つけとは侮ったか。叶う相手ではなかったか。なんと目覚ましきご活躍。安心しておったか。お相手いたす。目障りだ。敵将討ち取ったぞ。くれ、力及ばすか。お見事にござった。頃合いか。信長を包囲せよ。本田平八郎忠勝追参。何、奇襲が読まれていたか。影武者に増援。私たちがどう動くか吉本にはお見通しだったよね。あそこが敵本陣ってわけね。見てなさい、すぐに落としてあげる。大変、山の方から敵が。落ち着かれよ姫。敵が来たならば迎え撃つのみだ。開門。吉本は田楽狭間に着陣したと見せかけて俺を本陣より釣り出そうとしたのだ。策が当たり、吉本は慢心しているはずだ。その油断をつけばまだ勝機はある。助太刀感謝します。
窮地壊してくれ。いかに脱するか。俺をうつけと侮ったか。信長様は無事か。くそ、お前の目間にって食いてる場合じゃねえよな。どけどけどけ、槍の又瀬様のお通りだ。又瀬め、ようやく戻ったか。潮時か、織田も少しはやるじゃねえか。役目は果たした。引こう。基地にとどまる通りはない。急ぎ抜けるぞ。開門。信長様、遅い。いいから手を貸せ、又さん。お前の力が必要だ。おなんだってやってやるぜ。終わりのうつけめ、まだあがきおるか。世に立てつく愚かさをその身で知るがよいわ。そこか、吉本。次から次へと。このままじゃさすがに厳しいか。待たざ、権禄を助けて引き上げさせる。起死回生の一手がある。成否はお前次第だ。分かった、俺に任せてくれ。もはやうつけは風の前の塵に同じ。家康よ、そのまま押しつぶしてやるがよい。兄上に加勢したいところだが、今川には恩がある。裏切るわけには。開門。よし行くか。エンブラ家康、やはり来ていたか。信長様が来てくださったぞ。みんな踏ん張ってこうぜ。討ち死に。なんと目覚ましきご活躍。せっかくの奇襲も無駄に終わった。まだ負けを認めないの。戦はこれからよ。これ式で諦めてはメイドで信行に合わせる顔がない。厳しい状況だな。ほっ、くらっとけ。はっ、うらっ、はっ、えっ、へっ、へっ、はっ、えっ、うらっ、へっ、うらっ、うらっ、はっ。兄のため、家臣のため、私が進むべき道とは一体。ほらよ。よっ、お手柄じゃねえか。俺がやる。悔しいな、ここまでか。目障りだ。壊してくれ。俺をうつけとは侮ったか。耐えきれん、引かせてもらう。打ち死に。信長様、足を引っ張っちまったようで。すみません。兄様、大丈夫、私はまだ頑張れるよ。俺をうつけとは侮ったか。耐えきれ、引かせてもらう。
っと強い兄さんに私も続きます。どけ、この砦は手放して、すぐに撤収せよ。代わりに承知、よし行くか。みんな砦から撤収するぞ。他の戦地にいる味方にも伝えよ。一兵でも多く欲しい。かき集めよとな。敗北条件変更。織田は本陣を捨てて逃げ散った。うつけのあがきもここまでよな。開門、今川が動いたか。策がなるまで時を稼がねば。今川の強さ、尾張の者どもに見せつけよう。引くことは断じて許さぬ。様が引かれたようだ。我らも一旦引き上げよう。攻め立てや。打つけ目に覇者の部位を見せつけるがよい。開門、来た。援軍かかれ。油断した今川勢を突き崩すのだ。俺がやる。後ろから織田勢が。これで今川勢は崩れよう。今こそ吉本を討ち取れ。己まだあがく。いかに羽虫が騒ごう、今川は微塵も動じぬわ。壊してくれ。戦況がひっくり返った。兄様が諦めなかったから道が開けたんだ。討ち死に。前線の砦は手薄のようだ。奪い返せば敵の規制を削ぐことができよう。討ち死に。討ち死に。砦を守って撃たれた者たちの手向けとなろう。
見事にございますな。よし行くか。打ち取ったぞ。お強い兄様、私も続きます。邪魔すんじゃねえ！天下無双よ。打ち死に。驚かされてばかりに。俺をうつけと侮ったか。打ち死に。
りゃお見事ですな。打ち死に。止めようとて無駄よ。おじさまには指一本触れさせないんだから。やはり兄上と共に歩むのが徳川の道。瀬名には引いてもらう。倒せるな。壊してくれる家康。燃え尽きよ。腹をくくったようだな。おじさま、ごめんなさい。開門。残すは吉本の首ただ一つ。来るかうつけ、余が手づから引導を渡してくれるわ。この俺を止めようとて無駄よ。よし、行くか。俺がやる。どけ。俺を打つけと侮ったか。打ち死に。いやはや、さすがでございますな。吉本、その首もらいに来たぞ。身の程を知らぬうつけ目が、己が無力に絶望し果てるがよい。菅原吉本、その胆力並ではない。俺も力を尽くさねばなるまい。
してくれる。負けおったか。力なき者は力ある者に従うが道理だったな。左文字を掲げ天下を滑るは今川義元ぞ。いやお前の野望も左文字もこの信長がもらい受ける。それであの赤子はどうした。ああ、ああ